この塚は18世紀後半江戸時代中後期の男性僧侶を祀ったものと言われます。当時は長期にわたる異常気象に加え、浅間山の大噴火、天明の大飢饉、さらには疫病流行で被害者死者は全国で100万人を超えました。この惨状を救うため僧侶は即身仏となりました。木の皮、草の実で断食修行を行い、最後には石室にこもり、命尽きるまでお経を読み上げることで仏となったのです。即身仏は死後も強大な霊力を有し、一般大衆の望みを叶えることができると信じられていました。ただしこの塚は話に伝わるだけで詳細は分かりません。塚の石像には戒名と思われる丹余宗信、塚小屋にかかった木版には、これに加え寛政4年という年代が記されています。